教による賜物前の封印は失敗に終わった。しかし神教の力は賜物前の真の姿を暴き出す。九尾の狐、それが賜物前の正体だった。悠久の時を生き抜き強大な力を得た妖獣九尾の狐、その敵の姿は変わってもなすべきことは同じ。この騒乱を終わらせるため災いをもたらす者を神教に封じる。周遊たちは九尾の狐が放つ妖気を追い道光の地へと向かった。敵が九尾の狐であってもなすべきことは変わりません。彼女の力を削り神教をもって封じる。ただそれだけです。ですがまた術を使われるかもしれません。何かいい手があればいいのですが。道光には以前の戦いで使った火薬類が残っているはずです。それらをうまく使えば賭けを仕掛け敵を混乱させられるかも。いい手かも。キュービさんきっと驚いちゃうね。では行きましょう。くれぐれも油断はなさらぬよう。共に破壊せよ全てを。こたびの戦、火計を用いて敵を殲滅する。主膳、状況はどうだ。貯蔵庫から物資を奪取すればいけます。ですが付近には敵が多く奪取は困難かと。お手の物で派手に戦って敵の目を引きつけてやろう。もう一つの貯蔵庫に向かいます。
は整ったようだな。奪った物資を速やかに船に積み込め。ちょろと目障りな。誰でもよい、あやつらは葬るのじゃ。炎で焼き尽くすのだ。よし、策はなった。我々も船で突入し、キュービの狐をカルトしよう。見事な戦ぶりです。全てを滅べ。Thank you.
ないな。これが世界の意志、かつなき破滅への道程。あなたの謎を読み、この世に不要がない。どうかお覚悟を。の相手はもう会えた。あとはこやつらとでも戦って。偽物か。そしてキュービの狐を追うぞ。それを知らぬなら挑むがよい。ギダ平八郎忠勝中佐、お役目果たせ。いまいましきかな。狐の尻尾は全て打ち破ったな。ならば本体と合流し、皆で狐を。この俺の分、誰にも止め。キュービの狐には逃げられてしまいましたか。でも力はかなり削れたと思うな。偽物の正体はキュービさんの尻尾だから。尻尾を倒すとキュービさんの妖力は弱まるの。回復には少し時間がかかるはずだよ。そうですか。では今こそ彼女を追い詰める好機ですね。ええ、回復する間を与えてはなりません。このまま急ぎキュービの狐を追いましょう。敵にやから強大な妖気を感じます。キュービの狐はおそらくそこにいるのでしょう。面倒。気を隠しきれぬのなら逃げねばよいもの。ですが探す手間は省けました。賜物前の時は気配がなく大変でしたから。そうですね。しかしもう終わりにしたいものです。逃げる女性を追いかけるの、化かされて互いを疑い合うのもね。ああ、くだらん騒ぎはもう十分や。我らの手で奴を封じるぞ。